everyday moments are the important moments that connect us. 急な名古屋。皆さんこんばんは。5月11日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオから急名古屋お送りいたします。あのですね、名古屋もですね、日中ね、かなりね暑くなりましたんで、王子もね、公務が終わった後にね、冷たいビールをね、飲みたいなと思ってね、宮殿に帰ってね、冷蔵庫を開けるんですけど、中にあるのはね、飲むヨーグルトばっかり。はい、お隣。はい、我が家は、名古ビールと那覇ビールをケース買いして、とってもオリオンビールを満喫しています。みそ煮込みスキーと。暑くてですね、アイスクリーム食べたいなと思って、でサーティワンアイスが近くになくて、仕方ないと思ってセブンイレブンで買っちゃったダンサーズでございます。アイスクリーム好きだよね。好きだよね。はい、私より食べてると思う。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはストレス解消。今週のテーマはストレス解消法です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは那覇市首里にあります中村製菓の中村盛孝さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は高級木材のご用命は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート東海共和、沖縄のメニーモ丸焼き誠餅店、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。はい、メールご紹介します。はい、お願いします。泉佐野の特急サザンさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。僕のストレス解消法は自分の好きなこと、旅行や食べることをしてストレスを発散しています。今この状況なので旅行に行くことはできませんが、食べることで発散しています。じゃあまたやってことでございます。まあそうですね、まあ、食べることが一番ね、楽しみになってるのかもわからないですね。うん、そうですよね。なんかサザンさんいつもなんかすごい結構焼肉を食べてたり、結構私 SNS でお見かけするんですけど、なんか一人で結構豪華なものを食べてますよ。もう今だとあれですかね、うん、なかなか飲食店でのね食事ができないかもしれないので、うん、こうでいいお肉を買ってきてご自分で焼いてね。あ、でもどうなんでしょうね、やっぱりお店でもほら密を回避して多分ちょっと早めに時間、うん、早めの時間に食べたりとかして、なんか多分工夫しているんじゃないかなって思います。そうですよね、お店で食べるとね、うん、なんかね、なんか味わい違いますよね、お家で食べるのとね、やっぱり違いますね、ね、いつもね写真が美味しそうなあら焼肉屋さんの。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、
ツイキャスでですね、シュプリームさん、ダンサーズスタジオの皆さん、全国の王子ファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。急になんか、声が渋くなって。渋くなって。カープボーイさんが、みそ煮込みスキーさん、ダンサーズさん、ひげを剃っても、ヤクミツルさん、皆さんこんばんは。今日もジメジメしてるけど、雨降らないみたい。今一週間、今年の夏も断水かな。ダムが心配してって。ストレス解消法って言ったら、島酒と歌くらいかな、やっぱりっていうことです。まあそうですね。歌を歌われる方はね、結構あれじゃないですか。声量をね、もう最大限に出してね、そのストレスを発散する。またその後飲むっていうね。いいローテーションですね。でもね、カラオケ屋さんとか今ね、そうだね。ほら、スナックとかでも歌えないから。そうなんですよね。家で歌ったりとかするし、お風呂の中で歌ったりとか。そう、ね。あと車の中とかね。車の中とかね。ねえ、ちょっとでもね、本当にそろそろカラオケとかもすごいやりたいんですけど、なかなかですね。そうですね。はい、じゃあメールいきますね。はい。はい。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わり、5月も真ん中に突入しそうですね。今年は月日が過ぎるのが早く感じるのは私だけでしょうか。私はストレスが溜まると早く寝ちゃいますね。食べるときに楽しいときだけでストレスが溜まると映画とか見たくなり現実逃避します。怠け者なのでストレスは見ぬふり。それでは最後まで頑張ってくださいねということでありがとうございます。ありがとうございます。ストレスは見ぬふりっていうのいいですね。うん。ある意味ね、もうそれでストレスからなんかこう逃れるのも一つの手ですよね。まあそうですね。でもストレスってね、なかなか自分で本当は感じないところからこうストレスが生まれるっていうね。そうか。自覚してるうちはそんなにストレスじゃないの。そうみたいですね。うん。知らず知らずのうちにこう、ストレスが溜まってっていうことですね。そういうことが多いみたいでございます。はい。はい、続いてですね。はい。名古屋チームの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。エアコンが壊れました。アレックスです。あら、まあ、大変。ねえ、今沖縄梅雨入りして結構湿気が多いんで、エアコンないの辛いですよ。そうですよね。湿度がすごい。はい。そうだ、修理するんですか？そうですね、修理しないと。また新しいの買うのかな？大変、本当に。ねえ、これから暑さ本番なのに。そうだろう。ね、湿度も本番なのに。うん、今日はアレックスさん結構あれですね。強烈ですよ。はい。はい。続きをお願いします。はい。ストレスが溜まりすぎたかなと思ったら、はい、絵を描きますね。はい。誰の絵描くの？今日。絵を描くんだ。絵描くらしいんですよね。で、また今日ね。今日王子いますか？はい、いるますよ。いるますよじゃない。いますよ。いるますよになっちゃった。そうそう、いますよ。いますよ。いますよ。あら、また今日もね、うん、中村明に言われたいセリフ、お願いいたします。はい。いくよ。はい。ちょっと BG 下げますね。はい。アレックさん、いくよ。ずっとそばにいてほしい。今日もアレックスのために、勝つから。ああ、言われたいわ。今日はね、ホークス、うん、ちょっとこう残念な結果だったんですけど、うん、でもこう熱心にね、応援されてる方はね、本当に、それもね、ストレス、解消法になるんじゃないかな。ね、でもいいですね。野球の応援もストレス、うん、でも負けが続くとストレスになるのかな、逆に。ね、それもありますし、今季はね、ドローゲームね、同点のまま終わることが多い、9回で終わりますので、そういう同点で終わることが、そうか、延長とかしないから、うん、引き分けの状態になるってこと。そうなんです。で、それでね、こう見てるファンの方もね、ちょっとこう、ね、もうちょっとやってね、白黒つけてほしいなっていうね。っていうところで終わっちゃうので、そう。そうか。で、今日もね、阪神と中日のね、甲子園での試合はね、無観客でしたので、本当にね、打球音っていうんですかね。あれが、キーンって音だね。で、ボール取る音とかがね、なんていうの？綺麗に聞こえてくるっていうような感じでしたよ。なるほど。テレビ、まあ、ちょっと見たんですけども、それぐらいね、やっぱり応援のね。ね、やっぱり応援の声って結構な音っていうか、ね、声量なんですよね。だからね、そういうところでまた選手もね、ちょっとなんか調子が出ないですよね、選手もね。なんかね、静かなところでやるのはね、うん、だからちょっとこう
ちょっと気色悪いような感じじゃないですか。なんか多分、応援あってこその野球ですよね、きっとね。そうなんです。まあ、王子と一緒だよね。ネオン街のお姉さんからキャーキャー言われないからね。おだまり。さ、そんなことで、ゲストコーナーでも行きますかね。はい、はい、CM の後はゲストコーナーです。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。はい、ではゲストコーナーです。今日は、沖縄県那覇市首里にございます、中村製菓の中村森隆さんになります。こんばんは。こんばんは。どうも、いつも大変お世話になっております。はい、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。中村製菓の中村です。はい、じゃあちょっと簡単に自己紹介の方お願いしてもいいですか。そうですね、中村製菓はですね、創業60年以上の、まあ、老舗って言っていいんですかね、もうお菓子屋でして、祖父の代から僕で3代目になる、ちょっと沖縄に根付いたお菓子屋ですね。はい、ありがとうございます。はい、私もですね、このコロナ禍になる前は、沖縄にお邪魔したら、何度もお邪魔させてはいただいてたんですけども。ありがとうございます。ありがとうございます。このゴールデンウィーク中っていうのはどのようにされていらっしゃいましたでしょうか。そうですね、どうしてもコロナ禍で自粛っていうことで、あんまり外に出られないということが多かったらみたいで、どうしても客足は遠のく形になったんですが、やはりシミの時のお餅はうちのじゃなきゃダメだっていう方がやっぱりいらっしゃったりで、はい、おかげでちょっと大丈夫でしたね。ありがたいなと思って本当過ごせました。そうですよね、やはり食べ慣れたものがないと、やはりシミとかこういった行事ごとっていうのはね、しっくりこないのかなと思うんですけども。そうですね、はい、ありがたい話です。本当、いやー、本当ね、僕もね、首里饅頭が食べたいなとは思ってるんですけども。ありがとうございます。でそのですね、首里饅頭、大好きな人間と変わります。
はい。はい、ご無沙汰しております。みそにこみすきです。こんばんは。はい、こんばんは。定期的に、やっぱり、シュリまんじゅうが、食べたいですね。ね、三人の香りですよね。月桃のあの葉っぱの香りがする。そうですね。シュリまんじゅうがとても香りです。やっぱりあの香りって癖になりますよね、少しね。そうなんですよね。はい、なんか、やっぱりお店の中にこう入った時に、ふわっと香るあの香りが、ああ、なんか中村製菓さんに来たっていう感じもしますし。ありがとうございます。そうなんですよ。やっぱりね、こう蒸したてのあの香りはとっても美味しいので、はい、ね、本当に美味しいです。またね、あのお餅でも思い出しましたけれども、あん餅もとっても大好きで、ありがとうございます。なんかあのね、出来たてのお餅が食べたいなって思います。ありがとうございます。ね、で先日ですね、ちょっと前になりますけれども。はい、いちご大福がありましたよね、期間限定で。そうですね、いちご大福。多分5月いっぱいは作れるんじゃないかな、という話でして。ねえ、こればかりはね、お取り寄せがなかなかできないのでね、はい、ぜひぜひ、ね、はい、沖縄のね、本当、まあ離島でもいいですけれどもね、沖縄県の方、ぜひね、お買い求めいただければと思いますけれどね。地元の利ってのがね、出てきますからね、これね。それはありますよね。ね、はい、シュリまんじゅうはね、またこうね、お願いして冷凍発送ということも可能だと思うんですけれども、どうしてもいちご大福だけはね、そうですね。作りたてがやっぱりね、ふわふわの感じが一番ですもんね。しかもね、季節限定ですからね。今のツイキャスの方ではこのシュリまんじゅうを映しているんですけども、画像でも。はい。こういまずこのシュリまんじゅうですけども、よろしければちょっと特徴を教えていただけますか。はい、はい、シュリまんじゅうはですね、うちの父が考案したおまんじゅうでして、モノレール、シュリユイレールですね、開通の時に、キャンペーンとして、なんか、お祝いできないかな、うちでもっていうことで考えたおまんじゅうなんですね。で、特徴といたしましては、まず、泡盛が生地に練り込んであって、首里伝統の香りを楽しんでいただけるのと、で、蒸すときにカーサを、月桃の葉っぱですね、を敷いて一緒に蒸しているので、その香りが、この泡盛の香りと合わさって、独特な風味を醸し出しているというお饅頭ですね。で、一応発酵食品になるので、もしかしたら健康にもいいんじゃないかな、そういうお饅頭ですね。ちょうどですね、今このシュリまんじゅうが月桃の葉っぱの上に乗っているところなんですけども、はい、この月桃の葉に関しては何か、特徴とかこだわりなどってありますか？そうですね、やっぱり沖縄ムーチーというお餅がどうしても昔から根強いので、はい、この懐かしさを感じていただけたらなっていうのもありますし、はい、ちょっと、なんて言ったらいいですかね。アロマテラピーなところがありますね。わかります。とてもわかります。あれをね、もう、どうしてもね、一年に一回、ムチのシーズンだけじゃなくて、年中味わえるっていうのはとても魅力なのかなって思ってます。そうですね。で、こちらが、今の社長ですね。はい、ツイキャスの方、追加してご覧の方はね、はい、画像でもお楽しみいただけます。はい。はい、今ちょっとスライドショーでやってるんですけども、はい。はい、社長が、これは、シュリまんじゅうを包んでるのかな、なんかラップに包んでるところが。そうですね。はい。映っております。一つ一つ小包装になってますので。はい。ということで、まあ、そういうのを狙ってやってるわけではないんですが、はい、ある意味今のコロナ禍でもいいのかなと思いまして。はい、ああ、そうですね。そうですよね。はい。で、こちらが、お店の、お店のこれ玄関になります。ちょうど鳥堀の交差点から、ちょっと入ったようなとこにあります。そうですね。ちょっとわかりにくい場所ではあるんですが、はい、ぜひ探していただきたいですね。はい。というふうでですね、実はこの男もですね、お店にお邪魔したことがありますよね。変わります。ずっと待ってましたよ、おしゃべりできるのを。マスクマンさん、お久しぶりでございます。お久しぶりです。どうもどうも、私はですね、
あのね、ジーマーミープリンがね、大好きでですね。あ、ありがとうございます。あれはね、たくさんね、食べれますね。で、あれね、もしかしたらね、こう、ウイスキーとかね、ブランデーとかね、ちょっとそういうようなね、お酒を飲みながらね、いただいてもね、美味しいんじゃないかなと思うんですけども。うん、ああ、天才ですね。ちょっとね、ちょっとこう、ダンディズムがあって、よろしいでしょ？そうですね。ああ、いいな、いいな。それはちょっと考えてなかったな。なんかね、ふっとね、そういう、感じをね、別に私ね、飲み屋さん通いが長いってわけではございませんけども。ああ、うん、そういうことなんですね。そうなんですね。で、ちょっとね、はい、そういうふうに思いましたね。いただくと美味しいなっていうね、気がしました。ありがとうございます。今ですね、ツイキャスで。ありがとうございます。はい、あ、ごめんなさいね、マスクマン邪魔して。埼玉の、ツイキャスでですね、埼玉のゴーさんでよろしいですかね。はい、恥ずかしながら、首里まんじゅうを初めて知りました。妻が中部出身なので、南部の方はまだまだわかりませんということでね。はい、ね、ちょっとまた興味を持っていただいた方がいらっしゃいますので、はい、ぜひぜひ。ね、この番組が架け橋になっていただいているということですからね。そうです。ありがとうございます。ね、嬉しいですね、もう本当。そうなんです。リスナーさんがね、買いに行って、ね、なんか予約して買いに行ったそうで、うん、ちょっと、こちらとしても、なんかとっても嬉しい気分になりました。なんか、今すごい伝わるかわかんないですけど、ニコニコしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ツイキャスで、ちょっと見れないのが残念ですけれどもね、お声だけでも。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうだよ。王子もね、ニコニコですからね。もう、なんかね、ラジオの雰囲気がありませんね。もうテレビでも映ってるような感じでね、とってもにこやか。おだまり。またそれを入れる。おだまり。もう本当ね、こう、すいません、中村さん、この男、どうです？こういった、こうやって要所要所滑ってますけども、お店に貢献してますかね。いやもう間違いないですよ。もう天才ですから。ありがとうございます。はい。ね、なかなかね、喋らせてくれないんだよね、最近ね。ゲストが買った後の時で、ね、本当にね、はい、最後ね、短いんだよね。喋らせてくれないもん。いや、やっぱりね、うん、ほら、お店の紹介とかね、美味しいで、ね、商品の紹介がしたいじゃないですか。やっぱりそうですよね。いや、一応、この中村製菓さん、スポンサーさんなんですよ。はい。で、本当に、大切にさせていただきたいんですけど、ね、このトークで影響しないかなと思って、それだけがヒヤヒヤしてるんですよ。いや、もう、うなぎ登りですよ、これはもう。いいんですか、そんなに持ち上げて。ですよね。天才ですから、マスクマン。もう、本当ですね、そう言っていただけるとね、もう、王子もね、感激。うなげるなそうで、本当にね、ありがとうございます。いつもね、中村さんにはね、こういう、お店のお話とかね、そのトークがね、面白いですので、ね、王子もね、本当にね、テンションがね、マックスバリバリューでございますよ。ちょっとこの辺でもう、もうきついなと思いましたので。やっぱり。はい。もういいかなと思いました。ということでですね、最後にですね、お店の、はい、場所と、まあ、簡単な場所と、場所のご説明と、あと、はい、お電話番号をよろしければおっしゃっていただけますでしょうか。はい。沖縄県那覇市首里鳥堀町首里駅から徒歩5分のあたりにありまして、わかりやすい場所で言うと、琉球銀行首里支店さんの向かいに位置しております。電話番号がですね、098-884-5901で、朝9時から夜8時まで営業してますので、その間でしたらお電話で、ご注文等も大丈夫ですので、よろしくお願いします。はい。ぜひですね、皆様の沖縄にお邪魔したとき、もしくはその沖縄県内にいらっしゃる方も、もし中部とか、やんばる、まあ南部でもそうですけど、ぜひ首里の方をお越しの際は、中村製菓さんの方にお尋ねいただければ、一本お電話いただいた方が、商品が、確実にあるかどうかっていうのが確認できると思いますので、ぜひお電話いただければと思います。はい。はい、ありがとうございます。本日は、中村製菓の中村森隆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
キウナ名古屋。今ですね、ツイキャスでおばあからもらったプライベートジェットさんが、はいはい、今度沖縄に行った時にはぜひ汁まんじゅうを買いに行きたいと思いますということで、あ、ぜひぜひねえ、ぜひぜひね、はい、またね、こう自由に行き来できる時が来ましたらね、うん、はい、ぜひぜひ予約して注文すると確実にね、はい、あるかどうかが分かりますので、お電話されてからお尋ねいただければと思います。そうですね、はい、本当、はい、駅からもですね、うん、首里駅から徒歩5分ぐらいですかね、ね、近いですからね、うん、はい、なんかレンタカーなくてもね、こう、はい、URL で行けちゃいますから、ね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、うん、シュプリームさんも中村製菓さん差し入れに使わせてもらおうと、あ、ぜひぜひ、でもね、本当喜ばれますよね、うんうん、本当そうですね、やっぱり、うん、はい、思います、そうだね、手に持ちきれないぐらいね、はい、買っていただいて、うんうん、実は私も会社のにお土産ということで使わさせていただいたこともあるんですけども、ね、クンピン、うん、ね、そうそう、普段よくある沖縄のお土産とはまたちょっと違うので、うんうん、そうなんですよね、それがね、すごく喜ばれる、ま、いいですよね、ぜひ、うん、お買い求めいただければと思います、はい、はい、ということで、はい、メールいいでしょうか、はい、はい、はい、キウ名古屋の皆さん、こんばんにゃ。こんばんにゃ。こんばんにゃ。読谷村の古むいかりです。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のテーマ、ストレス解消法。僕のストレス解消法は、できるだけ自分のための時間を確保することです。平日なら仕事を定時に上がる。可能なら仕事途中から年休を取って早めに上がるです。実際には家族の時間となりますけれども、休日ですと早起きさえすれば自分のやりたい時間がより確保できて、その日は何しようかワクワクしますね。あ、書きながら気がつきました。これはストレス解消ではなく、ストレスを解消するための時間を確保する方法でした。これ考えたら日々の仕事の段取りをよくこなすことになり、余計にストレスになったりしてということでした。はい、ありがとうございます。はい、はいはい、ということでエンディングです。来週のテーマは、いたーい。来週のテーマは痛いです。この番組は沖縄の紅芋丸焼き誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、東海共和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週も聞きくださいました。ありがとうございました。ちょっと実はまだまだメールがありましたけれども、うん、また来週ご紹介させていただければと思います。はい、はい、はい、今週はこの辺で、まだですね、時間が20秒あります。あら、長いね、20秒、はい、でここで王子が、うん、あれかな、うん、落語かなんか話した方がいい？いや、もうやめてやめて。あ、もうやめてやめてって。もう最近ね、もうゲストの方来るとね、全然喋らせてくれないんだもん。はいはい、ごめんね。はい。はい。はい。今週もね、お聞きいただきましてありがとうございます。はいはい、閉店。ガランガラー。なかなか入らんかったの？もう入れませんでした。はい、どうぞ。だからもう、本当に。ツイキャス繋がってるね、まだ。はい。はい。今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうだってマスクマン長く喋るからさ、ガラガラの前に。20秒って言ったのにさ、前置き長いから。最近はだからね、マスクマン入って言ってもらわないと。入れないんだから。ということで、はい。はい、ということで、また来週。また来週。